練習も2日間できたし、はい、3日間ともマッサージも行けたし、はい、やっとだったね。あの別府というか大分にインターハイにも行かれてるこの次もっと大変ですよ。この次終わって、まあ、とりあえず平塚の追加いただいたんですよ、うん、で平塚のナイターが終わった次の日の朝佐世保に行かなきゃいけないんですよ。で佐世保に行って佐世保から帰ったっていうか帰らないで群馬に行かなきゃいけない。で群馬終わってそのまま九州に戻らなきゃいけない。群馬って赤城山登る、はい、で赤城行ってからまた帰ってきて金沢、はい、やっと帰るのは10日頃です。阪神の死のロードみたいな遠征が、はい、本当ですよ。その後すぐ国体もありますからね。オールスター終わってどっか千葉の F1 走って国体行って国体終わって帰ってきたら今度なんだっけな、イベントがあって今度また3週間ぐらいにいないですよ。大勝の決勝戦なんか外国人はどうだったんですか。うん、なんて言うんだろう、突っ張りきれんかったら最悪外国人のうちにいようと思ったんですよ、うん、ただすぐ出てくだろうからと思ったらもう一個下がっちゃって、うん、で高木君と並走になっちゃって、うん、本当は、まあ、ここもあったんで突っ張り切って、でちょっと感触っていうか調子を見ようと思ったんですけど、うん、まあ、二分線みたいな感じで5番手で、うん、普通に抑えに来ると思ったらかまし気味にシャラカン上げてこられたんでもうあんまり見えなくて、で見えた時にはもう行かれてて、でもまあそんなに、まあ、ペイルスあいつはそこですけど、うん、フランサーはすごい強かったけど、まああの前半はね12秒1なんで、うん、12秒1から10秒7はちょっと無理でしょう確かに一人でバーンと、はい、で 浜ちゃんがこうまくってたのにあれをみんな追い上げって言ってましたからねまくりやっちゅうのみんな追い上げって言うのまくりやっちゅうのペイルス一人だけ本当抜けて強いですもんね。そうだからまあ久々にまた国体走ったんで、うん、まあいい感じはいい感じですけど、ね、まあ、まあもうちょっと先行できればよかったかな、うん、まあちょっとできてなかったんで趣味区にも悪いかなと思いました、うん、まあ頑張ればいいんですかここここが本当大事ですよね。ここを頑張ればとりあえず1年終わります